やってまいりました、フリークのバリカタラナイト怪談編。イエーイ、ポーポー。ということで、ということでやってまいりましたけども、せーの、フリークです。ということでね、一人で言うかいということで、今日はですね、あの収録終わりまして、怖い話をテーマに結構たくさん話させていただいたんですけどもこいつら笑ってねえで、それが怖いわ、顔が怖い。ということで、怖い話へのリクエスト、あのメッセージもたくさんいただいて紹介したんですけども、はい、まあ、僕たちもそれぞれあの怖い話テンション低いね。それをなんか怖い話用にテンション合わせそうと、それすら無視ですね。ね、解散しようかな、もうこんな気まずそうや、ね、気まずそうや、ね、怖い話やったんですけど、自分たちもね、はい、まだ話しきれてない怖い話、実はたくさんいただきましたね。僕たちも怖い話があって、はい、何お前ら見えとうと、なんか手形が、もうやめろやめろ、手形じゃない、あれはそういうお知らせ、あ、写しがせ、手形じゃないね、そういう紙や、そういう紙や、手形じゃねえし、トシヤ、トシヤじゃない、分からんけど、それ俺あの一つ話、はい、こういう話、あ、話しきれなかったやつ、そう、僕高校時代に野球部だったんですけど、野球部の友達から聞いた話なんですけど、その野球部の友達が家で留守番をしてたと、一人でね、はい、したらその時に一本電話かかってきたんですよ、はい、したら電話出ると、まあ、でもありきたりですけど、はい、なんか聞こえないと、何を喋ってるか、いたねみたいな、そういたねみたいな、なんかボソボソ言ってるらしいんですよね、はい、こいつと思いながら、うん、なんかでもムカつっけん、ちょっと電話を切らんでやろうと思ってこうやってたら、うん、その時にお母さんがちょうど玄関からただいまって帰ってきた、うん、ただいまって帰ってきた途端、電話口の相手がお前だって大声で叫んだらしい。俺聞いた時、これネタやろと思って、お前だとかそんなベタなやつあると思ったけど確かに超ベタ、でもこれ結構ガチって言うんよ、そいつは。だって玄関口から帰ってきたとか普通聞こえんやん、うん、見られてる、あれかもね、めっちゃ怖い、ちょっとその怖い、自分その受け取りがそう聞こえとうかもしれんけど、うん、本当はお前だっていう、前だじゃない、お前だみたいな感じじゃない、そんなくだらんちゃある、ないか、ないか、ないか、違うね、違うか、怖いね、見られてんね、じゃあ、うん、見られてるし、カスカスカスだけど、お前大丈夫よ、疲れとっちゃうんですか、トシヤ、トシヤじゃない、つったかトシヤ、ふざけすぎやね。であとその友達もなんか結構いろいろ体験しとって、もう一個聞いたんやけど、うん、それ妹がおって、妹と、うん、あの夜あの 自動販売機に買い、あのジュースを買いに行ったと、はい、したら、うん、ほら要は紙が貼られてあるやん、指名手配、あ、はい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 、うわ怖いと思って、そしたらなんかその男の人がバーン目の前通ってきて、めっちゃ笑いかけてでお辞儀していったらしいよ、うん、めっちゃまあ怖っなあのおっさんと思ってバーって戻りようときに、あれあの指名手配に書いてある人やんってなったらしい、そこで。マジで、うん、でもこれちょっとネタっぽい、それネタやね、それそう見えたんじゃないの、あ、そう見えたかもしれない、うん、脳を擦り込んでねっていう話を、でもそいつはね、ガチでガチの顔でするんよ、しかも真面目なやつやけど、ちょっとそいつがそのネタを作っとうとしたら、そいつが一番怖い、そうね、そうね、それが一番怖い、間違いね、怖いよね、うん、でも、あれ、メッセージさっきずっと見てたら、うん、めっちゃ怖いやつあって、何、このバリカタラナイトの収録の前日、前々日ぐらいに、うん、怖い話をその収録でやろうと思います、うん、みたいなのを告知して、ね、告知して、うん、皆さんからこう募ったリクエスト、うん、あのメッセージを、うん、それよりも完全にこの送信日時がですね、もっと前、もっと前で、うん、こうバリカタネームみなこさん、はい、フリークの皆さんこんにちは、いつも楽しませてもらってます、うんうん、こういうコーナー欲しいなっていうリクエストします、夏本番4人に怖い話してほしいです、うわ、先見見えてますね、見えてますね、よちのるということで、来週はだから公開だ、はい、公開収録8月23日水曜日、うん、公開だ、はい、まだ受付してるんですかね、もう終わったんですよね、終わってる、はい、たくさんの応募いただいてますので、はい、ぜひ皆さん楽しい収録にしましょう、はい、ということでまた来週もぜひ見てください、はい、かいだま編でした、バイバイ、フリークでした、うわーうわー